アビーロードは、ロンドンの行政区、カムデントシティオブウェストミンスターにまたがって走る通りで、ある。北西のカムデン側から、付近にローズクリケットグラウンドがあるウェストミンスターのセントジョンズウッド地区を南東方向へ横切る通りで、B507 線の一部である。この通りは、アビーロードスタジオと B イートルズによる1969年のアルバム、アビーロードで知られている。 アビーロードの北西端は、キルバーン地区の旧ーロードとウェストエンドレーンの交差点である。アビーロードはかつて、キルバーン修道院と付属のアビーファームへと続いていた、道で19世紀初頭に発達した。通りはおよそ1マイル南東まで続いており、ベルサイズロード、バウンダリロード、マールバラプレイスと交わり、グローブエンドロードとガーデンロードの交差点で終わる。1874年には、 アビーロードのバプテスト協会にアビーロードセント・ジョンズウッドパーマネント・ベネフィット・ビルディング・ソサイエティが設立された。同組合はアビーナショナルの前身である。EMI のアビーロード・スタジオは南東端のサンアビーロード、セント・ジョンズウッドに位置している。数多くのミュージシャンがこのスタジオでレコーディングを行い、中でもビートルズは最後のスタジオ LP に通りの名前を冠し アビーロードとした。1969年にリリースされた同アルバムのカバー写真には4人のメンバーがスタジオの入り口をちょうど出たところにあった横断歩道を歩いて渡っている様子が映されている。その結果、アルバムのリリース以降、アビーロードのこの辺りがロンドンの観光スポットとして有名になった。2010年12月、イングリッシュヘリテージによって、 アビーロードの横断歩道がグレード2に指定されたが、現在の横断歩道はビートルズのアルバムカバーに使われた当時のものと同じ場所にはなく、およそ30年前に数メートルほど移動させられたものである。ビートルズのカバーで使用されてから、この横断歩道はすぐ北側にある横断歩道とともに交通量の多い通りであるにもかかわらず、人気の撮影スポットとなっている。 この横断歩道は完全歩行者優先であるので観光客による写真撮影のせいで昼間は常に渋滞気味である。長年にわたりビートルズの象徴的アルバムカバーは何度もパロディの題材としてこの横断歩道で使用されてきた。アビーロードの道路標識グローブエンドロードとアビーロードの角に据え付けられていたブリキの道路標識は 頻繁に汚されたり盗まれたりといった被害に遭うため、角の建物の高い位置に移動された。地方議会は、ビートルズファンが横断歩道のそばにある壁に落書きを残すので、3ヶ月ごとの壁の塗り直しを余儀なくされている。ありがとうございます。